ハネオレホソバエは、ハエメハネオレホソバエカに分類される昆虫の総称。カのタイプ属は、ストロングイルロフサルマイア・ヘラー、1902で、この属のタイプ種は、ウスホシハネオレバエストロングイルロフサルマイア・アスチュラトで、ある。したがって、ウスホシハネオレバエの特徴が、本科の基準となる。 体長数ミリメートルの小型細身のハエで、世界から二族55種が記載されている。二族のうちなるチュキア族は、ベトナム産の一種が知られるのみで、他はすべてストロングイルロフサルマイア族に分類される。それらの多くは、東南アジアなどの東洋区に分布するが、ヨーロッパから日本にかけての旧北区にも複数種が分布し、ニューギニアやオーストラリアにも、未記載種を含む。 複数種が生息するという。また、ニキタクからは長らく一種のみが知られていたが、2006年に新しい一種が記載された。しかし、南米やアフリカからは未だ知られておらず、かつて、コンゴとマダガスカルから、本家のものとして記載された二種は2000年に、クチキバエ科に移されている。日本からは2008年までに未生種を含めてて、 ストロングイルロフサルマンや族の発種が報告されている。これまでのところ、どの種においても、人間との直接的な関わりは特に認められていない。体長は2.5から5.5ミリメートル程度と、小型で、スマートな胴体とやや平たした球形の頭、細く長い足を持つ華奢な体型の肺である。体表は細かい毛に覆われるが、 長く発達した毛は少なく、全体に光沢がある。頭部後半から胸、腹にかけては、黒っぽく、頭部前端周辺と、足は、単光色になるものが多い。足には、部分的に、褐色感があることもある。二枚の前肢は、やや細長く、無反透明のものから、明瞭な反紋を持つ種まである。反紋がある種では、羽の先端が黒いか、 それに加えて中央より、やや先端よりに黒い帯状の門が出るパターンが多い。講子は、他の早めと同様に平均根に変化している。副眼は普通赤褐色で大きく、単眼は3個。単眼を乗せる、単眼流は、ナルチュキア族に比べストロングイルロフサルマイア族では、前方に寄っている。公園合毛、ヒゲ合毛、倍ぶり差はない。 オスコービキのエーデガスと呼ばれる部分は一般にかなり長い。私有ではコービキ以外にも形態的な違いがあることがあり、北米の S ペンガライのように羽の反紋が異なる。他に、オスの中足第一部肢が変形するなど顕著な性的二なりを示す種もある。生態はそれほど詳しくはわかっていないが、旧北区の薄星羽オレバエスアスチュラトと、 S, S ピクティピーズの幼虫は、ポプラ類の伐採木などの樹皮下で生育し、S スタックルバーギーの幼虫は、ニレルやカバ類の樹皮下で育つとの報告がある。これらは湿った人皮部におり、外装近くの樹皮下で養化する。北米の S アンガスチペネスと S ペンガライの2種では、ポプラの1種のアメリカ山ならしポピュラストレムロイディーズなどを利用しており、 両種とも成虫がその気表に見られ、そのうちの一種アンガスチペネスは、幼虫が樹皮下から確認されている。また、もう一方のエスペンガライでは、成虫が、キトスポラ属の菌に侵された、気表を舐めたり、産卵管で探ったりする行動や、キクイムシカのカブトムシが開けたとおぼしき穴に強い、興味を示す行動などが観察されており、基地の生態が似通ったシン。 丘陵帰宅の羽織れ細葉えでは、これらの菌類や、甲虫類が彼らの生活感の一部で何らかの役割を担っている可能性があるとも推定されている。オーストラリアでは、クワズイモ族アロカシアの波状に成虫が見られ、ニューギニアでは、やはり成虫がバナナの波状に見られるが、そこでは、一緒にいるアリーに擬態している可能性もあるという。 日本産の早めは特定の分類群を除けば、従来から研究が不十分であったため、本家の記録も1981年に、クナシリ島から S ・スタックルバーギーが新種として記載されたのが最初である。したがって、この頃までに出版された、日本の図鑑や木録類には、本家は収録されていない。その後、1992年に、 北海道から九州にかけての本土部から、マダラハネオレホソバエとヤマトハネオレホソバエの2新種、及びそれまで、台湾以南のみから知られていた南ハネオレホソバエの、計3種が、日本新記録種として報告され、1995年には、旧北区に広い分布域を持つ薄星ハネオレバエが、北海道からも記録された。さらに、埼玉県からは、 学名未詳の2種が記録され、2008年現在までに知られるものは下記の通りである。いずれの種も報告例は比較的少ないが、ある程度の自然が残る環境からの報告が多い。南羽織細場へは東京都心部に位置しながら一定規模の樹林がある皇居や自然教育園からも記録されている。現在は、 ナルチュキア族とストロングイルロフサルマイア族の2族に分けられている。ストロングイルロフサルマイア族は単眼流の位置が顕著に前方に寄っていることを主な特徴としてナルチュキアと区別される。なお、ストロングイルロフトアーモス・ヘンデル1902とラブラプシラでメイユーエラ1914はストロングイルロフサルマイアのシノニムとされる。 また、シャトーキンはロンゲナーサスフレイ、1956を3番目の属として挙げたが、これは、スティスカルが、ベッカリッチャーディデーの属、ザイニナエンダーレイン、1912の主観シノニムとしているものである。ファミリーストロムイルロフサルマイデーハネオレホソバエ、過去のトガの解説や種への検索は、フレイ、スティスカル、イワサバーバーなどがある。日本産の種に関しては、 少なくとも2007年までの日本の図鑑類には、本家を収録したものはなく、日本語で書かれたまとまった資料もないため、下記の各文献を参照する以外にない。ありがとうございます。